はい、どうもお疲れ様です。今回は FX 基礎講座の期末テストの回答用紙を送っていただきました。まあこれに基づいてね、添削をしてみようかと思います。よろしくお願いします。まず1枚目のシートの設問なんですけども、右肩上がりのチャートを出してくださいということだったんで、出していただいたような気がしますけども、まあこれね、一番左のところがこちらですよね。マス目を見たら分かるんですけども、こっから見て右側がちょっと上の方に上がってますんで、全体的に右肩上がりと言えますね。まあほぼ横ばいみたいな右肩上がりです。その中にもこのチャートを細かく切っていくと、大きく右肩上がりのところとかね、右肩下がりのところとかね、様々見えると思います。シート全体で見るとほぼ横ばいの右肩上がり、まあ、あの回答用紙としては正解ということになりますね。次ですけども、右肩上がりの部分ですよね。右肩下がりか、はい、もうこれは見ての通り、その通りでございます。正解です。で3つ目、右肩上がり、これも同じですよね。チャートの中から右肩上がりのところを抜き出してくれるということなんですけども、まあ、はっきりと分かりやすいところを抽出していただきました。で次、ブレイクアウトなんですけども、これまさにね、最近現場で起きたことなんですけども、こちらの2つのポイントがあります。どちらかというとこっちですよね。この陰線と陽線が並び合ったところを一つのネックラインとして、ここを越えたら大きく上の方に跳ねるんじゃないかなってことでずっとお話していたんですけども、やっぱり大きく上の方に行って全然違うフェーズにマーケット作りましたね。だからこれがブレイクアウトのポイント、ネックラインってことが見分けていられると、エントリーポイントが分かりやすいってことになります。ここを抜けたらついていくっていうふうにね、当時も言ってたと思いますけどね。はい、こちらも正解です。次はですね、右肩下がりのチャートを抽出してくださいということだったんですけども、一番左がここから始まっていて、右の形成値のチャートがこちらですから、まあこれ右肩下がりになってますよね。まあこれはよろしいかと思います。でこれブレイクアウトの図なんですけども、そうですね、これはブレイクアウトと言えなくもないんですけども、どちらかというとね、ここにレンジがあって、えぐれたところがブレイク、下にブレイクアウトせずにレンジに戻っていったっていう解釈の方が今後の実践のためになると思います。でブレイクアウトっていうのはね、結局どういうことかっていうと、レンジを抜けて、で大きくそのレンジの拘束力を脱出するということですから、まあ、この図の中にあるのはね、まあ、例えばこの辺りですよね。こういうところがまあブレイクアウトになってきたりとか、ここをブレイクアウトにしたりとかってことになります。でブレイクアウトっていうのはやっぱり一番多いのがあのレンジオプションね。レンジオプションでそのレンジの上底なり下底なりを抜けて大きく動いていくってことですから、これからも見つけられると思いますけどね、ブレイクアウト。一番顕著なのがここですね。この大きな陽線が出てるところ、次がこの陰線が出てるところですか。こういったところブレイクアウトがブレイクする前に気づけるといいかなってところです。で再度になりますけど、ここはねどっちかというとレンジの中に戻っていったって形なんで、ブレイクアウトというよりもレンジ内オプションの、まあ、この図形ということになりますかね。でダウ理論でトレンド転換なんですけども、これもいいですね。で強いて言えばこのトレンド転換は一旦小さなあのボックスを挟んでますよね、レンジをね。これはあの当時も解説したと思いますけども、下に行く流れがここで変わってですね、反対方向に行ったということです。でもうちょっと詳細に言うと、安値がずんずん更新されてたんですよ。安値が更新ね。でここまで行ったところで安値が更新されずに、ちょっと横ばいに似た右肩上がりになって、で次の瞬間はっきりとした右肩上がりになったと。まあ、だから転換したなっていうふうにここで決断して、ここからバイでエントリーするのが戦略になりますよっていうふうにお話したと思います。はい、レジサポラインのことですけども、これはまあ文句ないですね。正解です。この2つの線があるから、まあ、やっていけるってところですね。これ最近の実践の図になります。はい、でこれもトレンド転換の例ですけども、これももう説明いらないと思いますけども、説明しちゃいます。まずね、左側なんですけども、高値がどんどん更新されています。高値がね、でこちらの方が次に更新を迎えるかなと思ったら更新されずに、今度は
安値の更新が続いていったってことになりますので、ああここで転換したんだなと思って、戦略が売戦略からセル戦略に変わるっていうところですね。やっぱね、トレンドに合わせて、上昇トレンドなら売で取っていく、下降トレンドならセルで取っていく、まあ、これが早く見分けれると損失少なく利益多くっていうことになります。でレジサポラインですね、これも大きく見ると正解なんですけども、実際はあとこちらに小さなねレンジがあって、ここにまたレンジがあって、ここにレンジがあってっていうふうに分解するとよろしいかと思います。まあ、つまりこれレジサポライン合ってるんですよ。もう一本ここにね別のレジサポが引けるともっといいですね。レンジインレンジって言い方もしますけどもね。はい、で N 字なんですが、これもよろしいんじゃないですか。 N 字ではありますね。はい、N 字ね。はい、でこの N 字なんですけども、ここからではなくてね、ここから取った方がいいと思いますね。ここから上に立ち上がってきて、一旦横ばいにいた下落を見せる、まあここではね当時レンジっていうふうに言ったと思いますけども、その後このヒゲ先を抜けたら上の方に大きく跳ねるよっていうことで、ここで N が形成されたって感じですか。でさらにもう一個、ここも大きくここから始まる N になってますね。でここは N の出来損ないです。こうバーンとねブレイクしたところがここで頂点を迎えて一旦下がっていって、このレッグラインを越えて上に抜けたら N ができるはずだったんですけども、 N ができずにレンジになりましたねってこと、これも最近解説しました。はい、じゃあこんなところですかね。はい、課題の提出ありがとうございました。概ね正解でしたね。